2020年令和2年今年も Go アクティブ大分からの風を何卒よろしくお願い申し上げ存する。拙者大分の高千穂親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが、文豪大分から温泉、お城、スポーツ、青年団、よろずのことをご紹介せり。さて、2020年最初の旅は初詣。ご存知の方もございましょうが、恵方参り、これが明治時代に一般化し、初詣と申すようになったのでござる。大学時代日本史の授業で習ったことでござる。さあ、今年の初詣どこに申せようか。 お上りになれば右の方、お下りになれば左の方。多分画面をご覧の皆様は右と左を私は間違えたことに気づいたでござろう。初詣今年は大分五穀神社に行っていたのでございます。約15年ぶりの初詣、不謹慎ではございますが、なんともインスタ映えな初詣神社でございまする。さあ、皆様に開運のほどご紹介あれと猛作、いかにアドリブで言ってるかが伝われば幸いでございます。皆様に開運をシェアいたします。それではとくとご覧あれ。改めまして、今年もよろしくお願いいたします。そして新年最初の遠征が間もなく始まろうとしております。乞うご期待を。親方頑張るでよ。